ご視聴感謝です。ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。ねえマリサ、最近、私ハマっていることがあるの。聞いてくれる？お、どうしたんだ？江戸時代の歴史の研究をしているんだけど、時代劇では小判をよく使うわよね。ああ、そうだよな。代官や町人がよく使っているイメージがあるけど、それがどうした？最近小槌先生という収集家の動画を見ているんだけど、藩札という、聞いたこともないお金の話に目から鱗。先生の話の虜になったの。おお、なんだか面白そうな話だな。本当に多彩なものがあって、江戸時代でも紙のお金が流通していたのが本当にびっくり。でも、一つ疑問が生じたの。ほう？それは一体、何なんだぜ？なぜ小判や銭があるのに、藩札がたくさん存在しているのか、すごく気になったの。なあ霊夢？藩札って基本的にどういう場合に発行されると思う？やはり他の藩との取引をするときに必要だったとか？正解。逆に考えてみてほしい。財政が良いときに発行しているかということだ。ああ確かに、ドイツなんかも戦争で負けた時にお金を大量に発行して大変になっていたわね。ああ、だから基本的にはこういった藩札を発行する場合は財政に失敗している場合が多いんだ。そして最終的に、切腹したり、一揆が起きたりして大変なことになった大名は叩いたんだぜ。それってしくじり大名よね？そういう話すごく聞きたいわ。教えてくれる？ああ、いいぜ。そして、霊夢は画像と動画提供をしてくれた小槌先生に感謝の挨拶を頼むぜ。小槌先生とお弟子さん、動画作成のアドバイス感謝です。動画の最後には、歴史クイズがあるのでぜひ最後まで見てくださいね。それじゃあ、ゆっくり歴史を覚えていってね。それじゃあ記念すべき第1回は誰なの？藩札絡みの話が面白そうだから、水野忠邦で行こうと思うぜ。あの有名な水野忠邦？じゃあ、天保の改革の失敗の話をするの？それも重要だけど、彼の場合は老中になる前とその後がひどすぎるんだぜ。きっと、この話を聞けば、天保の改革の失敗も頷けるはずだぜ。それは少し気になるわね。まず、背景の城は浜松城だが、これは出世城として有名なのは知っているな？なんとなくは。その影響なのか、この城の城主になると、幕政の内部に入りやすくなったそうだ。さて、今回紹介の水野忠邦だが、彼は肥前唐津藩主で実封25万3千石の大名だったんだ。しかし、彼はなんと実封15万3千石の浜松藩に自ら天保を願い出た。え？どういうこと？それは10万石の収入が減ることになるじゃない？ああそうなんだが、彼が浜松に行きたかった理由は2つあってな。1から津藩の長崎警備の任務の負担の大きさ。2浜松城から老中などの幕府の要職に就いた藩主を多数輩出した点。1は、彼が出世欲が強いので、こういったことに労力を使いたくないということだろう。次の理由は、浜松城は現在でも出世城と言われている通り、当時もそういった意味合いが強かった。だから、幕政の一員になりたい一心で彼は自ら天封を申し出たわけだ。なるほど、でも九州から静岡って今でも引っ越しは大変そうだけど、反対はなかったの？もちろん終わりで、かなりの反対があった。中には、水野家家老の二本松義門が監視している。え、それは、そりゃそうだろ、全体で10万石の収入が減るわけだし。しかも大人数で移動しないといけない。自動車もない時代に、故郷を捨てて遠方に行く人々のことを考えると忍びないぜ。しかも、水野忠邦の個人的な野望のために振り回されるんだからたまったものじゃない。そうよねー。
さて、文化14年1817年念願かなって浜松藩への天風の夢が叶った。彼はそれでよかったけど、災難なのは唐津の領民だ。もしかして、またひどい目にあったの？これは当時の噂だが、唐津藩の一部を天風の賄賂として差し出したという話があってだな。そこが幕府領になって、年貢の取り立てが激しく、長い間水の多濁に汚染だという。なんだか、序盤だけでもかなりグダグダね。よく家臣に反乱されなかったわね。まあそこは賄賂の使い方がうまかったと思う。実際この時の天風で、彼の知名度は幕閣でも上位になったそうだぜ。当然、そんな彼を放っておくわけはなく、浜松に移動した年に寺社奉行兼任になるぜ。そうなれば、当然彼の力を頼ってくる者が多くなり、結果的に懐があったかくなり、家臣の不満は減った。実に皮肉な話ね。ここまで聞いていると、能力は高かったかもしれないけど、人の気持ちに寄り添えない人物に思えるわね。確かに、天保の改革の失敗もそういった側面があったよな。まあ彼は順調に出世していき、文政8年には大阪城代に昇進した。このことで、彼は自らを星雲の養老と称している。そして、その翌年には京都諸子大侍従となり、文政11年10月についに西の丸老中に昇任した。その後天保5年1834年に水野忠重が病没したので、代わって本丸老中に任せられた。そして、天保10年に老中主座となり、その後天保の改革を進めていくが、失敗に終わるわけだ。あ、その話はカットするのね。ああ、あくまでしくじり大名の話だからな。これからは、浜松藩から出る話をしていくぜ。よろしくお願いします。一度天保の改革で失敗した彼は、老中に再登板される。しかし、持病の悪化を理由に再辞職する。その時に在任中に不正に受け取った賄賂を咎められて、2万石元封の上隠居謹慎を命じられた。その上で、出羽国山形藩に懲罰的天封を命じられることになったの。領民や家臣を大切にしなかった歪みが来たのね。そうして、浜松からも去ることになったんだけど、この時にもトラブルを起こしているんだぜ。これだけでないの？水野忠邦親子は、降下2年1845に出羽国山形藩に行くことになるけど。なんか、その時領民の借金を踏み倒して逃げようとしたんだ。何してるの？浜松藩を見てみると、降下元年1884年には農民の、農兵の組織化も進んでいた。お前も知っている通り、明治初期は徴兵反対一揆も多数あったわけで、それだけ負担が大きいんだ。革新的なことをしようとしたかもしれないが、農民からしたら日々の生活が重要なはずだぜ。そして、その上で老中で様々な資金が必要だったから農民などに金を借りたり負担も結構敷いたんだろうぜ。そして、額が大きくなって逃げざるを得なかったわけだろうな。一体どうやって解決したの？まず、水野家が逃げようとした時、かなりの規模の一揆が起き氾濫寸前まで行ったそうだ。相当危ない状態だったが、それを何とかしたのが、国の領主の井上正春だった。井上正春は、一揆を起こした領民に調停を行って、借金の肩代わりや、減額交渉などを行って納得させたという。うわぁ、井上さんがかなり災難だったのね。まあ、この井上さんも面白い話があるが、今後説明することとする。浜松から逃げるように出て行った水野家だが、その年は打ち壊しが多発したという。そして、水野家の天封が完了した時は領民は飲めや歌えの大宴会だったらしい。まあ気持ちはわかるわ。ちなみに、最初の老中失脚の時も、水野忠邦の家の前に江戸市民数千人が集結し盗窃される事件も起きている。よほど恨まれたのね。当の水野忠邦はというと、山形への天風だが、病気で行くことができなかった。
病状悪化を理由に、荏原郡中渋谷村の下屋敷から未退の転居を認められ寂しい余生を過ごしたという。そして、二度目の老中失脚の6年後嘉永4年1851年に亡くなった。江戸の中枢にいた際には、他人のスキャンダルを調べて1000人以上を粛清したそうだが、最後は自分もそうなってしまった。やはり、因果応報って言葉は本当なのね。これが水の忠国のしくじり話だぜ。こう聞いていると、悪い話しかなかったけどいい話はないの？まあ、強いてあげるなら学問に取り組む姿勢はすごかったと思うぜ。例えばどんなの？国学者の高林道明は水の忠国の師になるが、関係は、殿様と領地の庄屋という身分関係だったんだ。しかし忠国は、しっかりと国学の師として彼に接した。学問には謙虚な姿勢があったんだ。忠国は学問の師として接して、ねぎらいの言葉、白銀水の家家紋入りの上下などを与えている点は見逃せないな。また、忠国は老中の際は、必ずしも反省を任せっきりにしたわけではなかった。江戸にいる際にも、指示や法令を発し、老臣に任せることなく、バイタリティを発揮していった。その証拠として、官権録浜松国林録というものがあり、それだけ膨大な法令が出されたことを意味する。なるほどね、すごく優秀な殿様だったのね。惜しむべくはその方向性ね。ああ、時代ともう少し周りの状況がわかれば、もっと評価された人物だったと思うけどな。さて、小槌先生が紹介していた藩札だが、これはどういう目的で使うと思う？だから、損害の補填的な意味ということよね。それもあるんだが、この藩札は少し特殊なんだ。使用されたのは、播州つまり浜松藩の飛び地なんだぜ。そこでは、飛び地が多数あって、同じような藩札がたくさん発行されていた。だから出さざるを得ないんだ。出さなかった場合、他藩の藩札に経済を飲み込まれ金や銀が流出する恐れがあった。だから少しでも目立たせようと、なんとオランダ語で書かれていたりする。へえ、当時にしてはおしゃれね。当時の人はわかったのかしら？さあそれはどうだろうな。少し珍しいお札がある程度の認識だったかもしれないな。まあ、どうであれ井上氏は飛び地で藩札を発行したり様々な方法で、水野氏のトラブルを解決したんだろう。本当に井上さん災難ね。さて皆さんいかがだったかな？間違いや要望があればぜひコメントよろしく頼むぜ。また、最後の10秒ほどにコラボチャンネルの動画を入れるのでそちらの動画にもぜひ遊びに行ってほしいぜ。第1回は小槌先生の動画を入れていく。古典などに興味がある人はぜひ行ってくれだぜ。さて第1回のクイズは、私が出すわ。マリサは彦根を知っている？ああ、滋賀県にある飯屋石田で有名な。彦にゃんが有名だよな。その彦根から問題を出します。彦根の冬はとても寒くて、雪で覆われることになるんだけど、そこで仏壇作りが彦根では発達しました。そして、その仏壇技術を活かしてある遊びが流行ることになったのです。なんとほとんど彦根でしかありません。おお、一体それは何なんだ？1ビリヤード2ゴルフ3ボウリング4カローム。なかなか難しいな。答えは何なんだ？ヒントは、冬場で室内というのがポイントね。そして、ほとんど彦根でしか流行していない。答えと解説は、ニコニコ動画はいいねボタンに。YouTube は、コメント欄に書いておきます。クイズの要望がありましたら、コメント欄にお願いします。これからよろしくお願いします。それでは皆様、ありがとうございました。自分とこで出してへんだら、他の札がみんなそこへ入り込んできて、そこの経済をみんな荒らされるわけ、他のとこ。だからみんな防衛上出すわけやな。ほんで、